沼田神社は、広島県三原市沼田東町本市に鎮座する神社、旧号社、津佐能の神と、串名田姫神を祀る。元義温合図天皇社と称し、社殿に、王石当地一帯に薬病が流行して麻痺となる。住人がそのことを嘆いていると、ある時一人の偉人が麻痺との元を訪れて一夜の宿を来い、宿を貸すならば、 薬病を即座に沈めるとともに将来においても、その間を除こうと持ちかけて、我は武闘祖先天皇なりと告げ、驚いた真人が、その骨に従ったところ、翌日立ち去り際になぎさを感覚して、他となし、沼田川から飲水して、稲を育てるなら、法上が約束されようと告げ、その後即座に薬病も収まったために、真人が、 村人と計ってその告げの通りに神殿を開くとともに、社殿を造営して、武闘祖先天皇を祀ったのが宗主という。その後、聖は天皇朝に天下に薬病が流行した際には、直主が左見されてその鎮止めを祈ると立ち待ちに買いあり、須作天皇朝には、鶴仙城城主、藤原治美が薬病の鎮圧を祈って、社殿造営。 車両寄進をなし、その後、小早川隆景も当神社に戦勝を記念して、その放災に車両を寄せたが、これらは、広島半々種福島生息によって没収されたと、伝える。源氏元年5月2日には、新伊勢一跡1位に女子戦時が下され、明治初年に豪舎に列し、同40年2月1日に、新鮮兵白両とも新車の指定を受けた。なお、今川貞世の、 道行きぶりに、この川に沿って、西に、年古げなる松山の中に、神の社一建り、古式の天神と猿となりと見える古式の天神に否定する説もあったらしい。本詩、七宝の両地区で数計され、7月4日から11日にかけては、祇園祭りが行われる。7月4日を7日祇園祭と称して、神霊を移した御輿が、 しっ地区の五つくしま神社まで進行し、11日を本義四祭と称して、しっ五福島つくしま神社から当神社に完御するが、観光に際して、当神社から高さ4メートルを超える大きな出汁を練り出して、見越しを迎える。本殿は、桁行き正面1軒、背面2軒、張り間2軒の入りもや作り平入り。背殿は入りもや作りつま入り。境内に、枠山荘日陣。 浮羽八神、大宮のうり神保を祀る浮島神社がある。ありがとうございます。